排水の異常を防ぐために。排水フィルターのお手入れをお願いします。電源を入れ。脱水のみの運転を行い。製品の中の水を排水してください。およそ一分後に電源を切ってください。再び電源を入れ。 排水フィルターの蓋を開いてください。洗面器などの水を受ける容器を置き、排水フィルターのつまみを回してください。このとき、ブザーが鳴ったら取り外さないでください。排水ができていない場合は、水が出てくる可能性があります。 排水フィルターをゆっくりと引き出してください。排水フィルターに付着した糸くずや髪の毛などをブラシなどで水洗いしてください。お手入れが終わったら、排水フィルターの上と書かれた文字を上にし、つまみの三角を上に合わせ、 つまみの三角と丸を合わせ挿入してください。つまみを三角の印が合うように回してください。緩んだままだと操作パネルに U18 の表示が出て運転できません。